チャオゆりこたいがです。皆さんこんにちは。今回難しい話ですね。そうですね、まずタイトルにある通り今回ちょっと取り扱おうと思ってるのがアジア人差別についてちょっと話したいと思います。まあ、なんで今この動画撮ってるかっていうと、まあ、先週に世界的に有名な歌手のビリー・アイリスさんがアジア人差別をしたということで謝罪をしました。そういう流れがあったので今回ちょっとイタリア人であるゆり子さんにアジア人差別についていろいろ聞いていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回難しい内容ですね。なんか話しづらいと思って、イタリア人としてなんか意見ももちろんありますんですけど、今回2人で話したいと思います。サラバカさんです。イエーイ、こんにちは。こんにちは。今日の内容結構難しそうだね。結構難しい、ね、しかもさ、ゆり子イタリア人だからさ、結構辛いでしょこの話するの。ちょっとね、辛いですよね。じゃあちょっとそこを掘っていきましょう。はいはい、私はイタリア生まれ育ちの日本人なんですけれども、小学校はミラノ日本人学校に行きました。それからずっと現地校に、現地校ってイタリア人学校に行ってて、で今初めて日本に住み始めました。ウェーイ。お願いします。じゃあ早速ですが今回のテーマについて聞いていきたいと思います。はい、イタリアではアジア人差別はありますか？めちゃくちゃあるよね。あります。ありますね。今は結構マシにはなってきてるんですけれども、特に私がやっぱり小学校に行ってた時とかはよくなんかいろいろなイタリア人の若い子とかからチンチュンちゃんとかっていう風に言われたことも何度もあって、なんかそれでなんか結構イタリア人が嫌いになる日本人の若い子っていっぱいいると思います。まあ、ちょうど今ねさっき話したビリー・アイリスさんが口ずさんだっていうのはその手の類のワードでしたよね。実際ゆり子さんもそういうワードっていうのは知ってますか？はい、知ってます。なんか学校とか、まあ、友達から聞いたことはありますんですね。なるほどですね。じゃあイタリアでもまあその今アメリカで起きてるようなことはあったっていうことなんですけど、イタリアにアジア人の人って住んでるんですか？うん、いっぱいいます。いろんな国の人はいっぱいいますし、日本よりはいます。そうですね、日本人だけじゃなくて韓国人とか中国人でいろいろなアジア人の人がいますよね。そうですね、アジア人だけじゃなくていろんな国の人がやっぱり日本よりはたくさん住んでいる多国的な国なんですね。そうですね、島じゃないからね、イタリアは。あ、なるほどですね。やっぱり私たち日本育ちの日本人の感覚って日本人しかほとんどいない世界で育った人が多いんですよ、結構。なんか家族もなんか中国のね。そうですね、私の生まれた時に隣の部屋は中国の家族がいて、でたまたま同じタイミング同じ日に同じ名前エレオノーラとエレオノーラで付けて、そうですね、だから私の家族も中国の家族となんか結構仲良くて、じゃあ結局エレオノーラはなんて言うんだろう、日本なじアジア人こう馴染んだのはきっとその影響もあるんでしょうね。ね、慣れてます、慣れてます、どっちかっていうと。お父さんも結構日本が大好きだったので結構日本のこととか、まあ、アジアのこととかは、はい、小さい時からは知ってたんです。ただみんながみんなそうじゃないですよね。そういう風にねこう隣にいたりとか近くにいると馴染みやすいんだけれども、なかなかそういう機会がないっていうことでアジア人を見るとちょっと差別しちゃうイタリア人がやっぱいるし、すごい嫌な気分にさせるようなことをよく言われてましたね。今回そのアメリカでビリー・アイリッシュさんが今回こう大きく取り出された理由としては、ちょっと前からアジアに対するヘイトクライムの事件が多く発生している流れはあったと思うんですけれど、なるほどね、まあ、アジア
アジアヘイトは実際コロナの影響があって、コロナ中国から来たっていうこともあって、いろいろな、ね、世界でいろいろな、ね、事件が起こったりしてるんですけれども、実際それそんなにすごいアメリカほど人が殺されたとか暴力を振られたっていうのは、暴力振られたっていうのはなんか学校ではあったらしいですよ、いろいろな現地校、イタリア人学校でもあったっていうのはなんかニュースでよく聞いたんですよ、聞いてたんですけど、私がすごいショックだったのは、日本から久しぶりにイタリア帰ってきた時に、ちょうどコロナが始まった時で、飛行機降りたらカラビニエリって警察の人たちが急にアジア人がこうわーっていうその日本人がこう飛行機降りた瞬間こういう風にしたのを未だに覚えてる。そうなの、それ最近の話であって、いやだなそれ。日本人からしたらやっぱり自分たちが差別をされる立場という感覚が正直ほとんどピンとこないんですね、日本に育った日本人に対して。だからビリー・アイリッシュさんが言ったことも、別にあれは他の中国の人とかのこと言ってるだけで自分には関係ないぐらいの感覚なんですけど、そこら辺サラさんはどう思いますか？外国人、今はその例えば本当にK-POP だのなんか日本アニメが大好きとか、いろいろな、ね、だんだん差別はついてきてるんですけれども、それがみんな差別がついてるかって言ったらそうでもなくて、中国人、日本人、韓国人っていうのはイーストアジアはみんな同じだって思ってる人が多いと思います。やっぱりイタリアに住んでてそういう感覚ですか？結構私は日本が大好きって言ったら、なんで中国語が好きなのって言われて、今日本に行ったはずなんですけどって思ったそう、同じと思われる人はすごく多いです。クラスメートにそういうのはいるよねじゃあ私たちも一歩ちょっと外に出れば差別の対象に合う人種である可能性も高いということですね。そうですね。この問題に対してお二人がどう思ってるのかちょっと聞いてみたくて、ゆり子さんどう思いますか？そうですね、20年前と比べたら、ちょっと良くなってると思うんですけど、私小さい時はね、アジア人ではないんですけど、アジアが大好きだけっていうと結構いじめされたりとか多くて、何日本が好きっていうと、そうですね、なんで日本が好きとか、なんで例えば中国が好きとかは、なんでそういうものみたい、なんでそんな音楽とか聞くの、なんでイタリアのものが知らないのってすごく多かったので。なるほどね。そうですね、前と比べたら今日本に住んでますとか日本が好きとか言うと、そうなんですか、私も好きなんですよ、何のグループとか聞いたりとかしてますか、とかは、なんかちょっと私のファンとか私の友達の中でもそれは結構大きかったんですね、変化は。時代の流れもあるし、やっぱりゆり子さんのようにその差別されても自分の好きな国のカルチャーをこう世界に向けて広げる活動をしたっていう人がたくさんいるからこういう流れにはなってると思いますけどね。それはすごいいいことですね、いい影響ですね。なるほど。じゃあ最近ではもうその日本が好きなキャラクターとしていても全然問題がない。そうですね、そうですね、多分文句言う人は絶対いつでもどこでもいると思うけど、いるんですけど、でも昔に比べたらマシになったよね。本当、例えばよく気がついたのは、その若い子に今本当あれ実際本当アジアエイトあるのって言われたんですよ。絶対言うでしょ、いじめされたのはって。私のクラスメイトだからみんな BTS とか好きなんですよとか。その違う違う、それ YouTube にあって、ちょっと待って20年前に今のありえない話だよね。20年前に私 M プロが大好きで、M プロ好きって言ったらハーって分かるよ、すっごいいじめされたんですよ。だから本当時代は変わったんですよね。でもそれも私も聞いて、最近アジア人女性は結構モテるんですけれども、モテるっていうか、そうですよね、そう聞きますよね。でもアジア人男性っていうのがなかなかちょっと難しい、なんて言うんだろう、女性ほどモテないんですよ。それもなんか
ありよくある話ですよね、うん、最近聞いたのは私の友達から聞いて、その日本あのイタリア生まれ育ちの日本人のマリオ君っていう子がいるんですけれども、彼は最近なんかすごくモテるらしくて、その本当に韓国ありがとうみたいなことを言ってた K-POP ありがとうみたいな俺今モテるぜみたいな。だからやっぱり見慣れてないっていうのが問題なんだと思う。そうですね。あ、なるほどでしょうね。ね、そうですね。だから珍しいものとして見られちゃうんでしょうね、きっと。はい、じゃあもうすごく難しい問題だったと思いますけど、どうでした？私は最初はね、この内容はやりたくなかったんですよ。難しくて、本当やりたくなくて、でもマネージャーさんとやれって言われてやります。なぜというと、さっき言ってた通り、本当ちっちゃい時からアジア人を見るのは慣れてたし、アジアが大好きだったから、そういう普通の外国人の企画がなくて、何が言えばいいのか分からなくて、なんかやっぱり私はイタリア人なんですけど、普通のイタリア人よりはちょっと変わってる、変わってる、ちょっと違うね、まあ、まず手こうやってやるところが違うから、イタリア人そんなことしないから。そうですね、だからすいません、あんまり言えなくて、まあ、すいません、難しいことを今回させましたけど、サラさんどうでした？まあ、実際こういう問題もあるっていうことはすごく言った方がいいと思う、だから私たちだからこそ発信できるようなことなんじゃないかなって思います。私は日本人のコメントも知りたくて、意見も知りたくて、ぜひコメントしてください、うんうん、あと、まあ、こういう動画をもっとしてほしいとか、なんかリクエストとかあったらぜひコメントで、はい、コメントで、コメントで、はい、コメントでお待ちしてます。コメントでお待ちしてます。難しかったね、今日は。元気出してよ。なんかさ、怒られてるみたいな感じな顔するからさ、これはアジア人に囲まれたアジア人サレットについて喋ろうっていうのは確かにちょっと、ね、自分もするのに。でもしかもだってさ、アジアをフォローしていじめられてる人だから、そうだから難しいんだよ、私特に特に確かに誰が言えばいいのかわかんない。